はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きと一貫です。皆さん、今日が何の日か知っていますか？そうです、冴えないヒロインの育て方、いわゆる冴えカノのヒロイン加藤めぐみの誕生日の1日後です。そうです、今日は僕の大好きな加藤めぐみの誕生日の翌日です。ということで、今回はね、加藤めぐみ特集をやりたいと思います。わーい、パチ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 、加藤おめでとう。でですね、まずはですね、昨日なんですけれども、加藤の誕生日当日にですね、加藤の新作フィギュアの予約が開始されました。それがアニプレックスから予約開始された加藤めぐみのメイドバージョン。たー、加藤ー。これはね、今年の冬のワンフェスでパネル展示されていたやつですね。僕がうなってたやつです。うおーって。例のね、3人が並んでるやつで、で、その中で先陣を切って、加藤の予約が開始されたということです。まあ、あとの二人がね、出るのかは未定なんですけれども、で、こちらの加藤はスケールは7分の1で、販売価格が税込みの16,500円となってます。で、制作はね、リボルブということです。で、これがですね、今までの加藤とはちょっとこう、雰囲気の変わった、なんかね、不安とした、こう、いつもよりも不安とした、そんなね、安ニュイな加藤のフィギュアとなっています。なんかね、メイドというよりは、ファミレスの制服みたいな、アンミラ風のやつね、エッチやつね。あ、なんかアンミラ着たいな。まあ、特にこれね、画像でもわかる通り、胸元がセクシー。これね、上から撮ってるじゃないですか。このね、胸の谷間がね、柔らかそうで、これがね、たまんないよね。うん。これはね、ペロリンチョできないんですかね。ペロリンチョしたいな。で、これがですね、アニプレックスの完全受注生産となっておりまして、受注期間は来年の1月31日までとなっております。長い。完全受注生産なのに受注期間が4ヶ月もあるなんて、まあ珍しいですね。そして発送は来年の5月の予定です。で、サエカノというとね、やはりこれも昨日劇場版の円盤も発売されてまして、まあこれでね、一区切りついたかなって感じなんですけれども、まあまだね、アニプレさんの方ではフィギュアの方はね、ミチルのランジェリーバージョンとか、あとはメイドバージョンのエリーと詩羽先輩もまあ出るでしょうから、まだね、サエカノは終わらないんですけれども、でもね、原作含めアニメも終わってしまったのはやはり寂しいですよね。で、そんなサエカノのメインヒロインの加藤めぐみ、その加藤のフィギュアとしてのここまでの軌跡をちょっとね、まとめてみました。まあこれまでね、どんなフィギュアが出ていたのか、それをね、がっつりとご紹介いたしますので、どうぞご覧くださいませ。まずですね、スケールフィギュアが最初に発売されたのがアクアマリンの水着スタイル、これが2016年の10月に発売されています。これは例のアニメ2期のゼロ回で披露された水着ですよね。まあでもね、まだこの頃はね、そんなにサエカノのフィギュアって注目度も今ほどはね、なかったんですよね。まあですが、同年12月にですね、アニプレから発売された加藤めぐみの四つん這いのフィギュア。後ろから見るとお尻が丸見えのこのエッチーフィギュアがもうね、ファンの心をわしづかみ。これはね、僕も予約して買っております。限定販売ということもあって、まあこれでね、加藤のフィギュアにも注目が集まるようになってきました。で、その後にグッスマのフィギュアが発売されました。これがね、2017年の6月、すでに発売されていた詩羽先輩やエリリのクオリティも高かったのでね、ここでね、一気に人気が出てきましたよね。こちらは再販もされています。そして殿下の宝刀バニーで有名なフリーングさんからも加藤が登場。これがね、2018年の4月、さらにそのバニーが生足になって再登場。これがね、今年2020年の5月に発売されています。ちなみにこちらはね、今超お買い得です。 Amazon でね、超お買い得になっています。それからグッズまではね、水着バージョンが2018年の8月、これもね、例のストライプ柄です。そして同年、アニプレックスからも和服バージョンが発売。さらにグッズマからもドレスバージョンが2019年の1月に発売されてまして、様々なバリエーションが発売されました。
まさにこの頃は加藤ラッシュでしたね。当然ね、ネンドロイドも発売されていますし、再販もされています。私服バージョンのあのネンドロイドのやつもね出てますし、あとねミリッチなんていうのも出てましたよね。そして2018年の3月にアニプレックスからお着替え中というなんともハレンチなフィギュアも発売されました。このフィギュアは今でもね高値で取引中です。で他にもですね、小翼者から宙を舞うような造形のものも出ていますし、これがね2019年の8月ですね。そして2019年の9月にはアニプレックスとアルターのコラボランジェリーバージョンが発売されました。これはねその名の通り下着姿の加藤がフィギュア化となりました。これはね僕もね大好きなフィギュアですね。そしてエロさは加速していきます。角川からは抱き枕バージョンというまさに性を満たすためのフィギュアが発売。まさにね加藤はもう僕らのマドンナになったわけですね。性のマドンナですそして加藤のフィギュアは終わらない。来月発売予定のマックスファクトリーの加藤めぐみ、そして同じくアニプレックスからも卒業バージョンが発売予定。あとはねグッスマからも出会いの服バージョンが来年の4月に発売予定と、まあで今回のねメイドバージョンですよね。いやー本当にねフィギュア好きの僕たちを楽しませてくれてますよね。うん本当にありがとう加藤、本当にねありがとう加藤、誕生日おめでとう。1日遅れだけどまあねできればね、あとはまあバニーは出てるし、水着も出てるし、あとは下着も出てるんだよね。うん、なんだみんな出てるじゃねえかと。まあ、あとなんだろう、あと欲しいのなんだろうな。もうみんな出てやってるからな。まあ、あれか、今流行りのレースクイーンかな。うん、あれいいよね。うん、レースクイーンになってもらいたいな、あの加藤とエリリと歌先輩にね。うん。まあ本当にね、もっともっとね、たくさんの加藤のフィギュアを出してほしいですよね。で、スケールと言いますか、実はですね、実は一番最初に発売されたのは、実は1分の1サイズ。そう、等身大フィギュアなんですよ。これがね、限定10体で発売されていまして、発売されたのが2016年の6月。なので、あの、アクアマリンの水着のやつよりも、4ヶ月も先に発売というか、まあ、先にね、発送されているんですよね。いやー、すごいですね。先に等身大が発売されるとは、さすがは加藤といったところでしょう。うん。いやー、本当にありがとう、加藤。そして、誕生日、おめでとう。来年は、ちゃんと誕生日に祝うからねー。